はい。皆さん、こんばんは。ベンチャンネルです。えー、今日は5月の8日、月曜日、午後6時を過ぎたところですね。えー、今日はね、自分は、えー、午前中、あの、土砂降りの中、えー、病院まで、えー、片道40分をかけて、えー、スーパーカブを乗って行きました。 まあね、あの先月の CT 検査と血液検査の結果を、えー、担当の先生に、えー、聞きまして、まあね、まあ良好です。体は良好です。まあね、次回の病院は、えー、7月になります。えー、それとね、えー、この目の前にある、まあね、広告。こちらはね、えー、今度ね、えー、 5月21日、日曜日かなえー、株ミーティングがあるんですよね。えー、ね。えー、株さんたちがみんな集まるんですよ。結構いっぱい。うん。で、一応ね、みんなに報告したいと思います。ね、こちらですね。お見せをします。ちょっと反射しちゃうな、控えでね。じゃあね。 じゃあの片岡株広場ね。こんな感じですね。スーパー株とかね、リトル株とかね、いろいろあるよね。株シリーズでね。で、中を見てみましょうね。まあ、こんな感じですね。スーパー株ミーティングね。他、ミニバイク OK& アンドフリーマーケットね、開催って書いてあります。まあ、とりあえずね、この5月21日午前7時から、 雨天は中止とは一応書いてありますまあこちらのね主催者とかねいろんなフリーマーケット担当とかね書いてありますまあこちらの方にねまあ連絡していただければねいろいろ聞いてくれると思いますよまあねこんな感じねこちら出店希望の方はこちらまでって書いてありますね あとはこっちかな JR 宇都宮線片岡駅西口で降りて徒歩3分と書いてありますそしてこちらのねマップのですよねまあこんな感じですねよいしょまあ自分もね自分のスーパー株も、えー、5月21日 えー、ここの片岡株広場のところで、えー、参戦したいと思います。自分は初参戦です。まあね、いつも自分は通勤でもお出かけも全部ね、行動は自分のスーパー株なんでね。まあ他の皆さんのスーパー株も、まあ、見てみたいです。ね、ぜひよかったら、えー、見に来てください。まあスーパー株乗ってる人たちも、えー、ね、来てください。 よろしくお願いします。とりあえずね、こちらまでですね。一応ね、何かお聞きしたい場合でしたら、こちらのね、電話番号とか書いてありますよ。詳しいことはね、こちらの方によろしくお願いします。まあ自分もね、まあ近場なんでね、自分の街から、えー、片道だいたい15分か20分、そのぐらいかな、行ける場所なんで自分からはね、 皆さんもねまあね行きましたらよろしくお願いしますそれじゃあねまずね一つ目のえー、ね宣伝報告を、えー、こちらのね片岡クラブ片岡株広場のねミーティングの説明についてお知らせしましたはい次はねえー、いつものえー、今日の夕飯です 今日の夕飯はまずね、こちらはね、ドラッグストア A の方のお勤め品の飲むヨーグルトイチゴ。で、こちらはね、えー、ドラッグストア T の、えー、半額のやつ。ね、健康的なね、蜂蜜リンゴ酢。で、こちらのプリンは3つ入りも、これは、えー、ドラッグストア A の方ですね。 で、こちらのおにぎり。こちらもドラッグストアエース。おにぎりはね、こんな39円まあ、税込みで43円で買えるんだよ。一つしかない。夕方のね、これね、お勤め品のシール貼っていたたら人気商品ですぐなくなる。で、自分の好きな原始梅で、こちらのキビ団子はね、よく、じゃあ、あの、駄菓子コーナーではあるけど、こちらはね、 あのー、この前のセコまで、えー、北海道シリーズで、ね、ちゃんと北海道ね、書いてあるでしょシリーズで置いてあったものを、えー、買ってきました。以上がね、えー、今夜の夕飯になります。まあほとんど夕飯っていうかデザートになっちゃうけどね。それじゃあね、自分は明日から、えー、仕事になります。まあね、連休明けで体がね、ちょっとね、まだね、汚ちないかもしれませんけどね。 まあ、安全でね、やっていきたいと思います。それじゃあね、皆さんもね、えー、もう今日からね、今週からお仕事等などを始まってる人もいますけどね、まあ今週もお互いね、気をつけて頑張りましょう。それじゃあね、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったら、ご登録よろしくお願いします。それじゃあ、皆さん、パンツァーホー